日常演舞の食うたにようこそ。さて本日のネタはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら業務スーパーのリッチストロベリーチーズケーキとストロベリームースケーキを食べたいと思います。こちら業務スーパーに人気のチーズケーキシリーズの新作ですね。まあ、本当はモンブランムースケーキっていうのを探しに行ったんですけど、行った時なかったんですよね、残念ながら。店舗に置いてないってわけではないみたいなんですけど、で代わりにこのストロベリームースケーキというのがあったので買ってきました。ではまずはこちらのリッチストロベリーチーズケーキから。おー、店で食べたチーズケーキと同じ見た目ですね。まあ当然っちゃ当然な。では早速。いただきます。久しぶりにリッチケーキ食べたけど、あれ？こんなに食感だったっけ？あ、そうか、解凍しすぎたのか。もうちょっとねっとりとした濃厚な味わいがあったと思ったんだけどって、それじゃこれが濃厚じゃないみたいじゃないか。しっかりイチゴの味が感じられて美味しいですよ。ただちょっと溶かしすぎるのも問題なのかなと思うような味わいになってしまっていますね。誰かベストな解凍時間教えてください。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはストロベリームースケーキ。スポンジの方が上に来ちゃってますね。このスポンジの下にムースがいっぱい入ってるってことなのかな。それではこちらも、いただきます。こちらの方はスポンジが上に来てるから、まあ、本来は下に向くんでしょうけど、そちらの食感が先に感じられますね。ただ甘酸っぱさはリッチチーズケーキの方が上ですね。なのでそこのあたりで好みは分かれるかなって気がします。この調子で食べていきたいですね。こちらのリッチストロベリーケーキは、濃厚なリッチチーズケーキにさらにイチゴが入ってさっぱりとした酸味がより強くなってとても美味しかったです。で、こちらの ストロベリームースケーキ、スポンジの食感が入るのでちょっと変化があったのですが、イチゴはちょっと弱いかなという印象を受けましたね。ムースと言いますか、ちょっと硬いのレアチーズに近い、そんな感じでした。でもそれだったらクッキーの方が良かったかな。というわけで今回はこちらの方がより美味しかったので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、そう、新年はすっとこどっこいできるかな。いや、やらなくていいと思うんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。